はい、どうも、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインやっていきます。ワインはこちらです。はい、はい、とこちらはですね、ブルゴーニュですね、久しぶりにブルゴーニュピノノワールを飲もうと思います。前回購入品紹介をちょっとやったんですけども、その時にブルゴーニュのピノノワールを5本5本買ってます。なんかすげえ飲みたくなっちゃって、ブルゴーニュブルゴーニュピノね、最近飲んでなかったのよ多分、ね、ブルゴーニュパステグランっていうのは飲んでたんだけど、パステグランはピノノワールとガメーを混ぜてるワインなんだけど、ピノ単体のものってそんなに飲んでなくて、で急に飲みたくなっちゃってめっちゃ買っちゃったんだけど、その中の1本です。こちらは、メゾンロッシュドベレーヌという生産者のショレールボールだね。マイナー産地マイナー産地なんだけど、一応このロッシュドベレーヌっていう作り手はこれ一応ネゴシアンだね。一応貝ぶどうとかも使う作る生産者で、で実はこのロッシュドベレーヌとあとはドメーヌドベレーヌっていう、生産者が、生産者っていうか、ほぼ会社とか同じラインなんだけど、ドメーヌドベレーヌはもう完全にドメーヌっていうぐらいだから、自社の畑だけを使って作るワインを作ってる方で、でこっちは、ネゴシアン部門なので貝ぶどうを使ってますよっていうラインなのね。でそれを当主、生産者の方は、ニコラ・ポテルっていう方がいて、すごくブルゴーニュでは有名な方が、やってるワイナリーっていう感じかな、のネゴシアン部門がこちらっていう感じでございます。なので一応貝ぶどうらしいんだけど、でもすごく貝ぶどうといえど、その畑もちゃんと見たりして、生産者の方と畑の栽培農家の方とかと話もしたりして、ちゃんとしたブドウをこう提供していただけるように信頼関係を結んでしっかりやってるところらしいので、なので全くネゴシアンだからといって格が落ちるワインではないらしい。そして、書いてあるね、これビエルミーニュって書いてあるんだよね。これショレルボールっていうのの下にビエルミーニュって書いてあって、これは古木を使ってますよっていう意味で、このニコラポテルさんは結構古木、古い木のブドウの木にもこだわってるらしくて、だいたいでもね、その古木、古い木、何年超えたらこのビエビニュっていうこの古木、古い木っていう表記にしていいですよっていうのは多分明確にはないんだよね、法律上ね、確かね。なのでなんかとりあえず古い木っぽいからビエビニュしとこうぜっていうような人がそんなにいないと思うけど30年ぐらいいったらもう古木になっちゃうのかな。でもこのね、ロシドベレルのニコラポテルさんは大体50年超えた木じゃないと古木って言わないらしくて、でそういった木を探してワインを作ってるっていう感じらしいので、かなり期待もできるのかなっていう感じで、俺もね飲んだことないのよ実は、初めてなんですよ、ね、一応ドメーヌベレルっていうドメーヌものの方は飲んだことあるんだけど、このネゴシアンものはね初めてなので、ちょっと楽しみだなっていう感じでね、実はこれ値段が2700円で手に入ったんだけど、でももっと本当はもう高いらしいんだけどね、なんかそのワインショップのなんか特売品じゃないけど、なんか今月の目玉品みたいなので買ったから意外と安くは購入できたんだけど、それでも3000円ぐらいするからね、心して飲もうかと思います。久々あ、でね、これショレールボールっていう一応場所なんだけど、ブルゴーニュでは南の方のボールっていう地区の中の一つの裏で、なんか俺もさっき調べたんだけど、すげえちっちゃかったね。あんなちっちゃいんだっけ、ショレルボールって。すごい狭いちっちゃい区画でマイナー地域なんだけども、こういった古木がある畑もあるので、そんなに値段が高くない状態でこの村の名前を名乗るワインができるよっていう感じなのかな。そうなんですよって感じかな。では飲んでいきましょう。ヴィンテージで2017年です。17年のワイン結構最近ブルゴーニュもね、赤はそんな飲んでなかったので、この前のパストグラムも17年ロベルシグロ飲んでうまいと思ったから17年いいんじゃないかと思ってるので飲んでみましょう。ゆきおとワイン。はい、色合いはね、確かにピノっぽい感じはするけど、少し中心濃い感じがあるかな。多少濃いめかもしれない、ピノの中ではね。
それでは飲んでいきましょう。結構しっかりとした色だね。うん。あー、なんかでも結構独特かも。まあ、果実がね、結構チャーミングな果実なんだけど、でもちょっと土っぽい感じも下の方にあって、なんかすごいサワージェリーみたいな香りがするな。うん、フランボワーズ、イチゴっぽい香りもあるけど、ちょっとね、サワージェリーみたいな感じの香りもする。うん、ちょっと独特かもしれない。まあ、すごく綺麗な香りだね。上品で綺麗な香り。うん、チャーミング系だね。うん、座りにするとね、ちょっと黒系果実っぽいのも出てくるので、まあ、意外とがっしりした感じのピノかもしれない。なんか素朴な感じだね。うん、で派手な感じじゃないけど、優しく落ち着いた感じ。本当に、まあその、まあ、ショレとかサビリとかその辺のタイプの雰囲気、うん、かな。でもショレとかそんな飲んだことないな、多分。サビリレボーヌ、いや、言えてない。サビリレボーヌの方はね、ショレレボーヌの隣にあるんだけど、サビリは結構有名だから、まあいろいろ飲んだことあるけど、ショレはそんなにないかね。でもなんかすごく、チェリー感が強いね。うん、フランボワーズ、イチゴ感というかチェリー感が強い気がする。うん、いただきましょう。あー、うん、おいしい。綺麗だね。うん、あのすごく綺麗な部分の果汁で作った感じで、ただそんなに深みとか複雑さとかは強くは出ないんだけど、もう本当に上品で綺麗な澄んだ液体っていう感じだね。美味しい、すごく美味しい。あ、こういったタイプなんだね。なんかもっとね、やぼったい感じのワインになるのかなと思ったんだけど、このブランドなんかイメージでいったらね。なのでさっき最初とちょっと土っぽい感じもしたし、あ、なんかちょっと多少はその垢抜けない感じの雰囲気になるかなと思ったけど、結構洗練されてるね、味わいとしては。うん、だからすごい素朴で洗練されて、素朴で洗練って言っても難しいかな。でもまあそのなんかあのうまいとこ、うまいとこ取りというか感じだね。なんか本当にでもシンプルな感じかな、全体的なあのイメージで言うと。まあ、綺麗だね。非常に綺麗な液体っていう感じだね。そんな複雑さはないな、やっぱりまだ。時間がもしかしたら必要なのかな。なのかもしれない。もしかしたら、ね、温度の関係とかね。少しゆっくりと思うかな。でもなんかすごいね、なんだろうな。あ、でも香りもやっぱりどんどん変化するかな。なんかね、結構いろんなフルーツの香りが立ち上ってきて、なんか多分まあ、これコートロボーヌっていう地区なので、コートロニュイって言われるすごいね、まあ、超豪華絢爛な畑があるコートロニュイとはやっぱりもちろんタイプは違うんだけど、でもこういったちょっと綺麗でちょっと素朴な綺麗な場合、まあ多分かなり食事には相性良さそうな感じなんだけど、どの食事もいけますよっていうぐらい、なんかバランスが取れてて、まあ、突出した個性は強く出てないけど、まあそういった料理に合わせやすいですよっていう感じはあるので、まあ、綺麗なタイプっていう感じでございます。なるほどね。まあ時間もしかしたらまた変わるかもね、この感じは。なんか古き良きブルゴーニュような感じね、なんかね。古き良きブルゴーニュがどういうものかいまいち分かっちゃいないけど、なんかその派手さはなくて素朴でおしとやかで綺麗っていう感じもあるかな。美味しい。こういったやっぱり軽いタッチがいいよね。なんかやっぱアルコールで 12.5 だ。そんな高くないから、まあ、かなりスイスイいけちゃうかなっていう感じですね。いやー、まあ、ショレイレボーヌね、行ったことあるから行ったことあるっていうのは、ボーヌに行った時に自転車借りて周辺回ったんだけど、その時に、まあ、たまたまショレイの方も行ってみて、まあ、でも
ちゃんとした場所がよく分かんなかったから、ここどこなんだろうって自転車で走らせたら、ショレルウォールっていうあの村の看板があったから、この辺ショレイなんだと思って、なんかでもね、そのショレイの畑で、ね、行ったのが多分10月とかだったのかな、もう収穫が完全に終わってて、でもなんかあのまあブドウの実とかは結構ね落ちてるのたまにね、うん、でなんかショレイら辺のブドウの実もなんか落ちてるものを俺食べた気がするんだよねこれ落ちてると食べてみようと食べたらめっちゃなんか甘くてジューシーで、もちろんあのもうあの落ちてるブドウは、まあ、かなり熟しちゃってると、あのまあブドウも多いから糖度が上がってるのはあるんだろうけど、なんかねすごいそれを思い出す、ショレイレモンって聞くと畑に落ちたブドウ食べましたショレイの、あうまっと思った気がする、これがブルゴーニュかと思った気がする、その時だからちょっとね、ショレルボーに対しての思い入れってのあるんだけど、ショレルワイン自体はなんかね、そんな記憶に残ってるほどのものは飲んでなかったから、なんか久々というか、あのほぼ初めてぐらいショレルのワインのあの飲めてね、嬉しいね、ちょっとね、そういうなんかね、思い入れとかやっぱあるよね、ワインに対してのね。いやー、いいね、ゆっくり楽しもうかな、これも今日は。はい、という感じでございました。本日は、ブルゴーニュの、メゾン・ロシュド・ベレーヌという生産者のショレイ・レボーヌという村のワインでございました。2017年だね、うん、おいしい、ピノはいいねよし、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきでございました。それでは皆様、チャオ、バイバイ。